9月の3日、金曜日、川俣駅東側、東口ですか、ここやってきました。館林、まちづくり、病院、保健センター、病院等のね、工事現場の方にやってきましたけども、なんか約1ヶ月ぶりにね、来ました。ここは駅東口のね、連絡する、なんか雨がなんか降りたぞと思ったら降ってきましたね。はい、それでここは駅の東口のエレベーターのとこなんですけど、エレベーターのとこから上2階からね、保健センターの方に行けるね、連絡通路、2階から下降りずにね行けるみたいですね。まだここはね、ネットが張ってあるんでね、見えないんですけども、向こうの方はコンクリートミキサー車か、ミキサー車じゃなくてコンクリートのなんかね、セメン、なんかコンクリート物あれなんかな。はい、でガラス張りの方のね、建物が、見えますね。はい、そんな感じでございまして、ちょっと歩いてみたいと思いますね。警備の人もカッパ着ていますね。はい、そんでここでぐーっと前方から見るとこんな感じで、だいぶね、あと2ヶ月11月にはね開業するかと思うんでね。はい、そんな感じでございまして、まだこっちも連絡中なんだけどね。わね、生コンのですね、上の方にね生コンの入れてるみたいですね。はい、立派なね、建物が3階建ての、大きいですね結構ね。はい、下はまだ、中はちょっとねまだ見えないんですけどもね。はい、そんな感じで。ガラスがもう張ったってね、もうね、だいぶ中も進んでるんかなと思うんですけどね、まだ2ヶ月あるからまだね、外壁の方はこんな感じでね。はい、これが病院の方、右に、ここがやっぱり連絡通路が2階で、病院の方は、病院の中、ここもだいぶ進んではいるんでしょうかね。ね、全く見えないですね。はい、ここは気をつけて、なんか雨がね、今ここに着いたと思ったらね、ガス工事、ガスなんかも使うんでしょうからね。はい、ここもなんかガラス張りでね、はい、まあ、お昼時なんでね、休憩してますね。ここも同じような感じでね、長い辺が、長いね、東西にないね、2階建ての、建物ですね。はい、ちょっと向こうまで歩いてみたいと思いますけどね。なんか今日はね、雲が外気は23度ぐらいあったんですけどね、昨日よりは2度ぐらいあったかいかな。でもちょっとここのところね、だいぶ涼しくて楽は楽ですけどね。ただ雨がね、電気工事の方もねやってるみたいですね。そうなんで、そこのちょうど細長い建物なんですね。まだ中は全然見えないですけど、2ヶ月ぐらいでできるんでしょうかね。あ、中もこう天井もなんか工事もねやってるみたい。ああ、こんな感じでね。ドアの区切り、まあ、2階だから、ここは1階で何の部分なんでしょうかね、ちょっと分かんないですけどね。はい、そんな感じで、向こうが、まあ、結構大きいね、あの、なんですか、この、水道というか、水のあれなんでしょうか、これはね、タンクになってるんでしょうかね。はい、こんな感じですね。やっぱ雨降ったんで、水たまりが。はい、こんな感じでね、今日は株式会社
オーラ館林町づくり、ここの現場からねお送りしました。また来月でもね1ヶ月後ぐらいにね、来たいと思います。はい、ありがとうございます。